はい、こよ、はい、奇数ね。で、こっちは懸垂5回やって、ほんで、10メートルだけのスイムダッシュで。はい。で、これはストロークの前半やね。前半部分をちょっと鍛えてます。はい。はい。まあ、プルダッシュでもいいんでね。はい。水の中の牡蠣ね、しっかり鍛えるんでね。はい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 、60から行こうか。60から。はい。抵抗差にしてね。で、肘、下の手がしっかり伸びきるまでね。で、今度はストロークの中盤部分をね、しっかり鍛えていくんで。はい。はい。5回ずつね。はい。で、下から上に頭がピョコンと上がったら OK ね。下から上に頭がピョコンと上がったら OK ね。水泳の特性上ね、ピョコンと頭が下から上にピョコンと動くってことは、体がぐっと素早く動くってことなんで、ね。はい。はい。はい。ピョコンで、そうそうそう。ピョコンで、そう。ピョコンで、はい。はい。オッケー、いけてんね。はい。はい、はい、シュッシュッ、肘がピュンと伸びるとこまでね。はい、大丈夫ですか気をつかない。はい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 、ほんで原骨ダッシュでね、六角ね。はいはいはい、ちょっとピョコンと上がるのが遅いんで、素早くね。大丈夫ですか。ピョンってこうね、今のそっと上がってるんで、ピョコンって上に上がるようにね。はいはい、そう、はい、ちょっとしっかり押してね。はいはいはい、オッケー。はい、でこれを、今日は4本やってます。